バチカン美術館の出入口近くに据えられた二重、螺旋階段、上りと下りが一体化しているアダムの創造、ミケランジェロキリストの変容ラファイロバチカン美術館の中庭。ピーグナとは、写真中央に見える松ぼっくりの意味バチカン美術館は、バチカン四国にあり、歴代ローマ教皇の収集品を収蔵展示する世界最大級の美術館である。日本語では、バチカン美術館。 バティカン美術館などとも表記する。16世紀末に教皇ユリウス2世により創設された、この美術館はベルベデーレの中庭の大部分を占めており、世界で最も大きな美術品コレクションの一つであり、歴代の教皇が収集した美術品の膨大なコレクションを展示している。ミケランジェロをはじめとする画家たちにより装飾されたシスティーナ礼拝堂と、 ラッファイドを中心とする画家たちにより装飾された教皇の居室は見学コースに含まれている。毎年1800万人以上の来場者が7キロに及ぶ諸室と廊下に展示された美術作品を鑑賞する。カトリック教会の総本山サンピエトロ大聖堂の北側に隣接するバチカン宮殿の大部分を占める巨大な美術館である。 500年以上の歴史を持つバチカン美術館は、新旧様々な美術館の複合体であり、イタリア語の館なは、単数形の無性をではなく、無世と複数型になっている。公式の館なは、教皇の記念物、博物館、ギャラリーという。古代彫刻、エジプト美術、エトルリア美術、現代キリスト教美術などの専門美術館のほか、ミケランジェロの絵画で知られる。 システィーナ礼拝堂、バチカン図書館、中世の教皇庁の建物の一部も見学コースに含まれ、これらを総称してバチカン美術館と称している。キリスト教美術のみならず、古代、ギリシャなどの異教の美術や、世界各地の民族美術なども幅広く収集展示されている。2003年からは、目の不自由な人が触ることで貴重な美術品にアプローチしてほしいという。 ことから予約をすれば一部の芸術品に触れることが可能になっている。なお、2014年以降のガンドル補助の開放が始まったことに伴う隠し取り扱いも、当美術館が担当している。バチカン美術館の起源は、数奇鏡、ジュリアーノ・デッラ・ローベレの古代彫刻コレクションにまで遡る。1五百六年一月十四日に、ローマのサンタマリア・マジョーレ大聖堂近くの、 ブドウ畑で発掘された古代の彫像群、ラオコーンが美術館建設の発端となった。1503年に教皇に選出されたユリウス2世は当時バチカンで働いていたジュリアーノ・ダ・サンガロとミケランジェロ・ブナ・ローティを発掘調査のため現場へと急行させた。そして彼らの助言に従って教皇はブドウ畑の所有者からこの彫像群を購入した。 その1ヶ月後に、ラオコームは、バチカンにおいてこうに展示されるに至った。その後、同教皇は、バチカン宮殿内のベルベデーレの中庭に、数奇教時代に自らが収集していた、ベルベデーレのアポロンなどの古代彫刻を配置した。歴代のローマ教皇は、同時代の芸術家を手厚く保護し、また多くの美術品を収集した。こうして18世紀後半には、 ベルベデーレの中庭を含むピオ・クレメンティーの美術館が成立した。19世紀にはエジプト美術館、エトルリア美術館、世俗美術館、キリスト教美術館などが次々に増設され、20世紀に至るまでバチカン美術館の拡大は続いた。美術館は日曜日おび祝日には休館である。ありがとうございます。